ボイジャー2号で観測した天皇星の南半球。左はほぼ天然色で、右は高周波数帯天皇星の気候は、惑星内部からの熱供給の欠如と激しい季節変化を引き起こす、著しい時点軸の傾きによって大きな影響を受けている。他の木星型惑星と比べて、天皇星の大気はよく似ているが、気候はつく、穏やかである。 1986年にボイジャー2号が天皇星の効果観測を行った際、惑星全体に合計10個の雲を観測した。1990年代から2000年代に行われた地上の天文台やハップル宇宙望遠鏡からの観測によって惑星の北半球の冬に明るい雲があることが分かった。2006年には海王星の大安藩に似た。 アンハンが発見された。2005年の天皇星。関と南の襟、北半球の明るい雲が見える。1986年、ボイジャー2号は天皇星の南半球は明るい極寒と暗い赤道帯の二つの領域に分かれていることを発見した。その境界は緯度約45度に位置する。南へ45度から50度にかけての細い帯は、 惑星の観測可能な表面で最も明るく大きな構造である。これは南の襟と呼ばれている。冠と襟は気圧が1.3から2バールの範囲のメタンの雲の密度が濃い領域と考えられている。不運なことに、ボイジャー2号は天皇星の南半球が夏の時期に到着し、北半球に雲は見られなかった。 しかし1990年代の末から21世紀の初め北極領域が観測できるようになった時、ハップル宇宙望遠鏡と WM ケック天文台の望遠鏡は当初北極地方に襟も冠も見つけることができなかった。そのため天皇星は非対称のように見え、南極の近くは明るく、南の襟の北側は一様に暗かった。しかし2007年、 天皇星が分天を過ぎると、南の襟はすでに消え、北45度付近に襟が出現していた。天皇星の井戸方向の構造は、複数の細く色鮮やかな帯からなる木星や土星のものとは異なる。大規模な帯状構造に加え、ボイジャー2号は10個の小さな明るい雲を観測した。その多くは襟から北に数度のところにあった。他のあらゆる点において、 1986年の時点では天皇星は死んだ惑星のように見えた。しかし1990年代には明るい雲の数はかなり多く観測されるようになっており、その大部分は観測可能になった北半球で見られている。この事実の一般的だが間違っている説明は、明るい雲は暗い領域では見つけやすいが、南半球では 明るい領域に覆われてしまっているということだった。それにもかかわらず、両半球の雲の状況には差がある。北半球の雲は小さく明瞭で明るい。それらは高高度で見られ、この事実は北極の雲はメタンの吸収を示す2.2マイクロメートルの波長で、常に観測されていたのに対し、2004年まで南極の雲はこの帯域の波長では観測されなかった事実と、 関連している。雲の寿命は数桁の範囲にわたっている。小さな雲は数時間しか継続しないが、少なくとも南半球の一つの雲はロイジャーのフライバイの頃からかずっと存在している。また近年の観測により、天皇星の雲の特徴は海洋星の雲と多くの点で似ているが、天皇星の気候はより穏やかであるということが言える。天王星で最初に観測された。 アンハン。2006年のハッブル宇宙望遠鏡による画像。海洋星で多く見られる。アンハンは、最初のアンハンのような構造が撮影された2006年まで、天皇防止では観測されなかった。この年、ハッブル宇宙望遠鏡と結句天文台からの観測で、当期の北半球に小さなアンハンが観測された。それは、井戸。 約28プラスマイナス1度の位置に存在し、緯度方向に2度、軽度方向に5度の大きさであった。アズは惑星に対して、巡航方向に、同緯度の雲の速度よりも、秒速20メートル程度も速い平均43.1秒速0.1メートルの速度で移動していた。アズの緯度はほぼ一定であった。この構造の大きさや見かけは変化し、 しばしば、ほぼ同じ速度で移動する他の明るく白い雲を伴っていた。アズの方がかなり小さいものの、アズと BC の振る舞いや見かけは、海洋性のダイアンハンと似ている。この類似性は、これらが同じ起源であることを示唆する。ダイアンハンは、海洋性の大気の高気圧の渦であると考えられているのに対し、海洋性の BC は、 その場で形成されたメタンの雲であると考えられている。アズは、いくつかの波長でダイアンハンと異なった見え方をするが、同じような起源であると考えられている。ダイアンハンは0.47マイクロメートルの波長で、最もはっきり見えるが、アズはこの波長では見えない。一方、アズは1.6マイクロメートルの波長で、最もはっきり見えるが、ダイアンハンはこの波長では見えない。この事実は、 この二つの天皇星型惑星の暗半はいくらか異なる気圧の地域に位置していることを示す。アズの暗い色は下にある硫化水素または硫化水素アンモニウムの雲が薄くなったせいだと考えられている。天皇星の帯上風の速度、網掛けの領域は南北の襟の位置を示している。赤い曲線は対象である。長年暗かった方の半球に 暗ン,ンが出現するという事実は、文典近くで、天皇星は天候が活発化する時期に入ることを示している。多くの雲の痕跡により、天皇星の大流圏構想を吹く帯状風が確認された。赤道付近では、風は惑星の時点に逆行している。その速度はマイナス100から秒速50メートルである。赤道から離れるとと,ともに、風速は増加し、 大流圏の温度が最低となる緯度プラスマイナス20度付近で例になる。極に近づくと風向きは巡行に変わる。風速は増加し続け、緯度プラスマイナス60度付近で最大となり、極では再び例となる。緯度マイナス40度での風速は150から秒速200メートルである。襟はその下のべての雲を覆い隠すため、 ここと南極の間の風の速度は測定することはできない。対照的に北半球では秒速240メートルの最高風速は緯度プラス50度付近で観測される。この速度は風速は北半球の方が速いという誤った認識を導くことがある。実際は天皇星の北部では緯度が上がるほどに風速は徐々に遅くなり、 特にプラスマイナス20度からプラスマイナス40度の注意度で顕著である。1986年から現在まで風速に変化が起こりうるのかについての合意は得られておらず、より速度の遅い経度方向の風については何も分かっていない。天皇制の1年は地球の約84年に相当するため季節の変化について決定することは難しい。しかし、 これまでいくつかの発見があった。1950年代初頭から始まった天皇制での半年間に及ぶ写真観測により、二つの波状態での明るさの定期的な変化が明らかになった。明るさはイタリの日に最大になり、分天の日に最小になった。イタリで最大となる同様の周期的な変化は1960年代から始まった 大流検震層のマイクロ波測定でも記録された。1970年代に始まった清掃圏の温度測定でも1986年のイタリテン付近で最大値となった。文天に近づく天皇星の大気の変化この変化の大半は観測される地域の気化の変化によるものと考えられている。天皇星は平ただまであるため極の側から見ると 観測可能な範囲が大きくなる。これにより、イタリテン付近でより明るく見える理由の一部が説明できる。また天皇星は、軽度方向で、アルベドの値が大きく異なることが知られている。例えば、南極地方は、赤道帯よりも明るい。さらに両極は、特にマイクロ波領域で、明るさが増すが、極の成層圏は、赤道地域の成層圏よりも温度が低いことが、 知られている。そのため、季節の変化は、以下のような気候で起こっていると考えられる。イタリ点に近づくと、可視光とマイクロ波の領域で明るく見える。極地方が視野に入り、惑星全体が明るく見える。一方、分点近くでは、暗い赤道分点が主に見え、惑星全体が暗く見える。距離、実行マイクロ波温度、成層圏温度ごとの、 二つの周波数帯での天皇星の明るさ。青色は470ナノメートル、黄色は550ナノメートルが中心である。しかし、天皇星で季節の変化が実際に起こっていることを示すいくつかの証拠もある。天皇星は明るい南極を持つことで知られているが、北極はかなり暗く、これは常述の気候とは合致しない。 九百四十四年の前回の北極のイタリテンの際に天皇制の明るさが増したが、これは北極が常にこれほど暗いわけではないことを示す。この事実は、見えている方の極の明るさがイタリテンの少し前に増し、文献の後に減少することを示す。可視光とマイクロ波のデータの詳細な分析により、明るさの周期的な変化は、イタリテの周りで完全に対象ではなく、 これはアルベドのパターンの変化も示す。さらにマイクロ波のデータは1986年のイタリテン後に極と赤道の明暗差が増加したことを示した。1990年度、特に南半球にあるエリに対応するものが北半球にも現れると考えられた。北半球の方が南半球よりも若干遅いという風のパターンは変わらなかったが、実際に 惑星が分点を過ぎる2007年に北半球に襟が現れ、南半球の襟は見えなくなった。物理的な変化の気候はまだ明らかになっていない。下死や当時の付近では天皇星の半球は交互に前面が太陽の方を向くか新宇宙の方を向く。太陽に照らされがわのる半球の増光は大流圏のメタンの雲や、 塩武の層の地域的な濃度の高まりに由来すると考えられている。南位45度の明るい襟もメタンの雲と関連している。南極地域のその他の変化は低い雲の層の変化によって説明できる。マイクロ波放射の変動は厚い極の雲や塩武は対流を阻害しないため、おそらく対流検深部の循環の変化が原因である。2004年の秋の短い間、 多数の大きな雲が天皇星の大気に現れ、海王星のような外観になった。また、新記録となる時速8 2 4トルもの、強風や持続的な雷も観測され、7月4日の花火と称された。なぜ突然このような大気活動の活発化が起こったかは、完全にはわかっていないが、天皇星の著しい地軸の傾きが激しい。 季節変化を引き起こしていると考えられている。1998年にハップル宇宙望遠鏡が撮影した画像。北半球に雲が見える。天皇星の大気の緑の色はメタンと構想の光化学スモッグが原因である。ボイジャー2号は1986年1月に天皇星系を離れる際にこの画像を撮影した。この画像はほぼ自転軸に沿った方向から。 天皇星を見たものである。天皇星の穏やかな気候を説明するいくつかの説が提案されている。一つの説明として天皇帽子の内部熱が他の巨大惑星よりもかなり小さく内部の熱流束が低いと考えられている。なぜ天皇帽子の熱流束がこれほど低いのかはまだわかっていない。天皇星の近隣にあり大きさも蘇生も似ている可用性は 太陽から受ける2.61倍ものエネルギーを宇宙空間に放出している。対照的に天皇星は過剰な熱はほとんど放出していない。遠赤外線として天皇星から放射される合計エネルギーは大気が吸収する太陽のエネルギーのわずか1.06プラスマイナス0.08倍である。実際に 天皇星の熱流束はわずか0.042プラスマイナス0.047ワットマイ平方メートルであり、地球の内部熱である約0.075ワットマイ平方メートルよりも低い。天皇星の大気で記録された最低温度は 49K であり、天の星は海洋星よりも低温であり、太陽系で最も寒い惑星となっている。他の説として天皇星が その地軸の傾きの原因となった大質量天体と衝突した際、同時に当初持っていた熱の大部分が奪われ、枯渇した核の温度だけが残ったと言われている。また別の説では、天皇星の上層にあった何らかの障壁により、核からの熱が地表に届くのを妨げたとも言われている。例えば、いくつかの異なる蘇生の層の中で大流が起きい、 髪型への熱輸送が妨げられたということが考えられる。出典ありがとうございます。